時間からの影、ラブクラフト。前回の続きからです。それらはしかしながら通常の物質を含む中域では、それを道具として用いることができる程度には物質的であり、また宿を必要としていた奇妙な種類ながら、それらの感覚はあらゆる物質的障壁を貫通することが可能だったが、それらの素材には不可能であり、ある種の形態の電気エネルギーはそれらを完全に破壊することができた。翼、そなたの目に見える空中浮揚法を一切持っていないのにもかかわらず、それらには飛行能力があった。それらの精神は大いなる種族も精神交換ができないような構造をしていた。それらの者どもは地球に到来すると、窓のない塔からなる巨大な玄武岩の諸都市を建設し、目に入ったものを恐ろしくも捕食した。まさにこの時、不穏不審なエルトダウンシャーズがイースの名で呼んでいる銀河系外世界から大いなる種族の精神が虚空を渡り飼育してきたのだ。新参者は自分たちが開発した装置をもってすれば、捕食者たちを屈服させ、それらがすでに瞑想し居住し始めていた地球内部の例の洞窟の中へと追い込むのは容易であることを見出した。ついで大都市のほとんどを占領し、特定の重要な建築群を保護すると、彼らは入り口を密封し、捕食者たちをそれらの運命に任せたが、その理由は無関心、図太さ、あるいは科学ないし歴史学の情熱というよりも、もっと迷信的なものだったのだ。しかし、悠久の時が流れ、内部世界で古代の存在が強さを増し、おびただしく数を増やしているという漠然とした邪悪な兆候が現れた。遠隔地にある大いなる種族の小都市や、大いなる種族が居住していない荒廃した太古の都市、地下の深淵への経路が適切に封鎖ないし警備されていない場所だったにおいて、何とも痛ましい侵入が散発するようになった。それ以降、予防措置が厳重化され、経路の多くが永遠に閉ざされたが、少数は戦略上の目的のため落とし戸を密封するだけにとどめてあった。古き者どもが予想外の地点に現れた際、犯行に打って出られるようにである。大いなる種族の真理を絶え間なく彩っているところから見て、古き者どもの侵入は筆舌に尽くしがたいほどショッキングだったに違いない。固定化された恐怖心のあまり、その者どもの姿は言及されざるものとなっており、それらがどう見えるか、私にははっきりしたヒントを得ることがどうしてもできなかった。可逆性及び一時的な不可視化に関するベールで隠されたほのめかしがあり、他方では工夫を制御し武器として用いることに関する断片的なささやきがあった。笛を吹くような独特な騒音と、五個の円形の足跡からなる途方もなく大きな足跡がそれらと関連付けられているようだった。大いなる種族が絶望的なほど恐れている来たるべき破滅、その審判の日、何百万という鋭い精神をより安全な未来に住む異様な体の中へと遥かなる時を隔てて送り出さなければならなくなるのだが、古き者どもに勝利をもたらす最後の信仰と関連があるのは歴然としていた。幾時大門の時を下る精神投影がその恐怖を明白に予言し、
ここに大いなる種族は、脱出可能なものは誰一人としてかような破滅に直面すべきではないと決意したのだ。略奪行為は外の世界を再度支配せんとする意図というより、報復の問題であろうことを、彼らは諸惑星の後の歴史から知っていた。引き続く諸種族は、この存在に煩わされることなく去来することが、精神投影によって示されたのだ。これらの存在にとって、光は何らの意味も持っていなかったので、おそらくそれらは浮上にして、嵐が吹き荒れる地表よりも地球内部の深淵を好むようになったのだ。おそらくまたそれらは永劫の時とともに感情に弱体化していったのだろう。事実、人類の次に現れ、大いなる種族の精神の逃避先となる高中種族の時代にはそれらは完全に死滅しているらしいことが知られていた。差し当たり、恐怖のあまり日常会話や目に見える記録からその話題を消し去ってはいても、大いなる種族は慎重な警戒態勢を維持し、威力のある武器を即応状態に保っていた。そして密封された落とし戸や黒く窓のない太古の塔の周囲には、いつでも明瞭しがたい恐怖の影が立ち込めていたのである。第五章。横戸の夢が私に運び来る暗く散り散りの小玉の元となった世界というのがこれだ。かような小玉が含む恐怖と畏怖をいささかなりとも正しく伝えるとは思っていない。そういった感情は主として全く触知できない性質、異性恐怖という通説な感じによっていたからだ。これまで述べたように、私の研究はこのような感情に対して合理的な心理学的説明という形の防壁を与えてくれた。またこの救済効果は時とともにおぼろげに現れた習慣性によって強化された。いろいろあったけれども、なおも時折曖昧な恐怖が這い寄る瞬間があったものだ。しかしながら、それは以前ほど私を巻き込むことはなくなり、1922年以降、私は極めて正常な勤労と休養の生活を送ったのだった。何年かするうちに、私は自分の経験を類似症例及び関連する民間伝承とともに明確に総括して出版し、真摯な学級の弁を図るべきではないかと思うようになった。故に私は全領域を簡潔にカバーする一連の論文を用意し、夢から想起した姿、合計、装飾のモチーフ、及び象形文字の幾たりかをラフなスケッチの形で図示した。これらは1928年から1929年にかけての米国心理学会雑誌のさまざまな号に掲載されたが、大して注目されなかった。その間、舞い続ける記録の山が厄介な量に到達しているにもかかわらず、私は細心の注意を払いつつ夢を記録し続けた。1934年7月10日、心理学会から私に一通の手紙が転送されてきたが、これこそが狂気の試練全体の中で、その絶頂となる最も恐ろしい局面を開いたのだった。